ナイス DTM ボーカル&キーボーディストのキックンです。今回のガレージバンドの使い方は、かっこいい動きのあるピコピコサウンドの作り方をお伝えしていきたいと思います。じゃあまずサウンドを聞いてください。わかりますか？これ、このピコピコの音、動いてますよね、かなり。これの作り方ですね。じゃあまず用意いただくものは、このコードを打ち込んだトラックを用意してください。コードの打ち込み方は前の動画でお伝えしているので、そちらをご覧ください。コードを用意していただいたら、次にB ボタンを押してください。 B ボタン。そしたら次にアルペジエーターの設定をしてください。これね、アルペジエーター、今回はアルペジエーターの設定で重力ボンプっていうね、早い動きのパターンにしました。このアルペジエーターの使い方も前の動画でアルペジエーターの使い方シリーズあるので必ず、ご覧ください。でっていう準備ができると、こういう動きのある音になるわけなんですね。じゃあこの動きどうやって作っているのかですよね。ほら、わかりますか？このカットオフっていうのが勝手に動いてますよね。不思議ですよね。普通自分でマウスでドラッグするんですけど、勝手に動いてくれてるんですよ。それのおかげでこのように音が動いてるわけなんですね。じゃあまずそのやり方は A ボタンを押してください。このね、メインウィンドウを選択した状態で A ボタン、そうするとオートメーションの画面が開きます。そう、そうしたら今ほらギザギザマーク入ってますよね。これどういうことかというと、一回消しますね。このギザギザがこの動きなんですよ。このパターンなんですよ。ほら、動いてますよね。で、一回消しますよ。で、入力の仕方は、ここ、まず何を動かすかっていうのを、ここで決めてください。ここでは、カットオフってなってますよね。ほら、カットオフ。つまり言うと、ここで言うところの、このカットオフのことを示すんですね。じゃあ、例えばこれを、カットオフって動かすと、ほら、音が明るくなったり暗くなったりしますよね。この動きを覚え込ませたいので、じゃあ、まずクリックします。ね、クリック。そうするとほら、線ができましたよね。そしたらこのクリックしたら、クリックをこのちょうどキリがいいところで、ポッチをクリックします。そうすると点ができますよね。3つ点をとりあえず作ったら、次に上に上げてみましょうか。これそうするとほら、ギザギザの1個ができましたよね。じゃあこれを何にもないところにマウスポインターを置いて、ここでドラッグしてください。そうすると、選択できるんですよ、この。今。描いたこの線が。そしたらコマンド押しながら C でコピーしてください。そしたら次に貼り付けたい場所にこのロケーターを持っていきましょう。ちょうどいいところ、このちょうど切りがいいところがいいですね。ここに持ってったらコマンド押しながら V で貼り付けします。何回もやっていくとこのように連続で同じものを、コピーペーストできるので、全部何回もポチポチね、自分でこのように書いていかなくていいんですよ。こういちいちこうやってね、だからすごい楽なんですよ。それで聞いてみると、ほら、わかりますか？深さを変えたいときは、自分でこういう風に、高さを変えたりとか、ポイントを追加して、ちょっと違う形にすることも自由自在です。こうしてあげると、ね。あと、この斜めにしてあげると、ちょっとずつ開いていくような動き。っていうのができるんですよ。じゃあ、これの応用で、ここは今カットオフを動かしましたけれども、例えばパンっていうのがあるんですね。パンっていうのは音の左右を移動する、音の定位を設定する部分なんですね。これです、これです。音が右行ったり左行ったりしますよね。これも今と同じ要領でこのように書いたんですよ、ギザギザを。そうするとギザギザを書くことによって、ここを注目していただくと、ほら音が右行ったり左行ったり動いてますよね。そういう風にやって自分の好きなパラメーターをここから選んであげて、ボリュームもできるしね、エコーとかリバーブもできるし、ってしてあげて、リバーブをね、ちょっとずつ強くしたりとか、リバーブをなくしていったりっていうこともできるんですよ。リバーブが増えてってなくなっていくみたいなっていうことができるので、これをね応用してって、どんどんね自分のオリジナルのサウンドを作ってみてください。じゃあサウンドこんな感じになりますね。ほら、この音が全然違いますよね。こうやってリアルタイムのサウンドを作っていってみてくださいね。僕のチャンネルでは有料のメンバーシップっていうのもありますので、より深く DTM をね楽しみたいっていうね入門の方もぜひ、
登録してみてください。ということで今回もありがとうございました。ナイス DTM。